はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやっていきます。そろそろさすがに構築変えないとまずいと思って、ずっと考えてたんだけど、なんか本当にまとまんなくて、なんか時間もなくなってきたから、もう撮影しなきゃと思ってね、同じ構築使ってます。てか、なんか考えつかないわ、これ以上。前のシーズンサボったのが悪いんだけど、まあこれは無限大なバンギラス、アット1以外なくて、ワンギから入ってダイナ置いて、アット1誰かって感じか。まあ、ドヒドでもいいし、クレセ考えるとドヒド悪くない。ああ、まだワンギいるからな。そんなに重く見なくてもいい。むしろ、ああ、多分相手のワンギがちょっと重いか。無道かヌオ欲しいけど、刺さりいい方どっちだ。まあ、毒ある、毒通るからヌオか。なんか新しい受け駒を考えるとかじゃなくて、なんか枠をうまくこう、兼用したり圧縮したりして、なんか対応範囲を広げたいっていうか、それが広がっていくほど多分強くなっていくと思うんだけど、なんかね、なかなかできないんだよね。なんかどっかをなんとかしようとすると別のところが穴になって、こう、全部に対応できないみたいな、まあそういうもんなんだけど、なんか、今のこの構成以上のあれが作れないね。これ多分ウーラオス引きでしょ？まあ、一番入るの自信打っとくか。こうちなみに大草原打たれると結構困るね。悩まないで、素直に。なんか無限ダイナよりイベルタルの方がダイマックスも含めてね、見れる範囲が広い気がしてるんだけど、なんかサンダーがきついとかそういういろいろ弊害が出るから、難しいんだよね。そう、サンダーを受けれる地面タイプが存在しないってのは本当に悪いと思う。引いて、金殿が入ってきてもないよね。ああ、水の方か。だったら余裕だね、もっと。まあ、レンチうざいけど、無限大な着地してダイマックスを打っていけると、ああ、トンボをしてくるかな。まあ、でもダイナ引きでいいか。トンボでもレンチでも、見てから行動できるから。クロバドレックスがうざいけど、まあ次のサイクル無限大なので一回突っ張ってもいいかな。あーでもウラオス、いやでもあれだな、水流連打にトンボないやつか。バドレックス出てくる。まあ、バドレックスをねブラッキーで受けるようにすると、ヌケリンが構築に組み込めるから結構いいかなとかっていうのを考えてたんだけどね、抜け人が本当に持ち物2個持てないのが本当に弱い。カバルドンはつなげされるで死ぬかさ、かそのカイオガとカバルドンが同居してるだけでもう普通に苦しくなっちゃうっていう。まあ日本バレを入れて対応するって話もあるんだけど、結構その抜け人引きのタイミングでカバルドンを投げられるとね、まずいんだよね。それがね、これウラオスまだ重いからさすがに万引きかんきゃダメか。まあ、草技打たれるにしても何にしても。まあ、バンギも削れるっちゃうけど、相手のウラオスの方が削れていくはずだから。まあ、ここめちゃくちゃ悩むよな。裏見て技押すか。だから砂がまだ2ターンあったはずだから、ここのバンギ引きは、大草原かな。ダイマしてるってことは大草原以外多分ないんだけど、一発食らって大ウォール大アークで切り返して、まあそのルートは間に合ってるから多分いいんだよね。ああ一番いいね、最高の展開になったわ。うわー、ここダイマ切るかめっちゃ難しいな。残せるなら、いや残さなくていいか、変にそれで負け作るより相手の。あ、オッケー。まあ、ウォールしてんだったら次、アース打ってもいいかな。なんか、ここいつも、僕、大ウォールを押す癖があって、大ウォール押してたけど、全然意味なくて、普通に大悪でいいんだよね、素直に。何食らっても耐えるし、返しで殺せるから。あ、相手がボールか。
いい、ダイマックスお互い無駄打ちさせれるんだったら全然こっちが美味しいから。で、多分だけど、ロックでウーラオス削る方がいいかな。あー、コーターンが最後か、砂。一旦間違えてたかも。あー、じゃあこうロック打った意味あんまないな。ウォールでよかった。あ、ウォールじゃないや。アースで。よく突っ張るね。ダイヤーク僕押したかったけど、それだったら。まあ、これは全然大丈夫で。マジなんでもう、じゃあ、アーク押したよ。アーク押したよ。まあ、ロックでも結構削れるからな。これで無限ダイナに対して多分ほぼ後出し厳しいぐらいだから、最悪万騎士でもまあまあまあみたいなとこはあって。チビになるしロック連打でいいね、これは。ウーラオス回復しだすのうざいけど。アーコし、もう本当にアーコしたかった。マジでまだ突っ張ってくんの？まあ全然いいかな。ああ、まあでもここ相手の引き見え見えだからまあまあ。択一回解消っていうか、様子見できるし身代わりか。こういうのがあるからね、なんか素直になるべく動きたいんだよね。まあこれでもう一回砂再展開したから盤ゲー硬くなるし、バドレックスは回復しないしで、いいことずくめだけど。で、地震がグラスフィールドで半減になってるから、まあ、イカサマでいいか。ウーラオスの A パクって殴れると、強いから。まあ、イカサマでいいね。バドレックス殺せるなら殺せるでいいし。いや、めちゃくちゃ突っ込んでくるな、相手。ただ、次もウーラオスと、無限大な対面したら相手多分ほぼきつくなるから、こっから全部釣らなきゃいけないはずなんだけど、まあウーラオスだよね。トンボないからな。だからここをね、守るで一回タク先延ばしにできないのがね、きつい、ウーラオスは。まあまあまあ削れてきたな。まあさっき釣ってきたから今回も、だから盤ゲほぼ回復したから。めっちゃ余裕になったね。だからいい加減ね、この手の並びもなんか対策されまくってるから、多分変えないと勝てないんだけど、まあ変えなくてもまあ 3桁にいられるぐらいにはぼちぼちやれてるから、まあ、それで満足かって言われるとちょっと諸説あるけど、って感じだね。ここも素直にダイマックスを打っていいかな。相手こだわってるんだったら身代わりでアド取りたい話はあるけど。まあでも勝ちパターンじゃない？ほとんど。ヒットポイント無限ダイナの無駄に削んない方がいいかな。ダイマックスでいいか。まあ、盤木か。とか無限ダイナ多分ちょっと重いから、盤木かなんかいるはずなんだけど、で砂ターンは身代わりで後から調整すればいいから、そんなに心配ないでしょ。ああ、切ってきたね。これあったら身代わり起きたかったかな。ここ出てくんの黒バドで、まあでも裏なんでも身代わり残せる雰囲気あるからな。で、無限大だいぶ回復したな。多分ショック耐えるから、黒バド相手に突っ込んでもいいけどな。ダイナ死んでもバンギヌオでいけるでしょ。ああ、バンギいたんだ、裏に。出せばよかったのに。あ、これは布を引いて、
毒でも何でも打っていけば多分勝ちかな。ああ、それか毒考えるとバンギあんま投げたくない。いやーでも、それはみんな一緒だよな。それはみんな同じはずなんだけど。まあ、これで毒一貫、もともと毒、毒通りいいな、やっぱ。ザシャンとかヒートランいるだけで一気に苦しくなるからね、レヒレとか。ちなみにここ当ててほしいんだけど。まあ、当てなくても多分平気だけど、ちょっと当ててほしい。いやーもう、これ以上の、なんか、まとまりのある並び作れる気しないな。言うてでもこのルールもさ、あと、2週間もないぐらいで終わるわけじゃん。今日が、撮影してんのは4月19日、多分アップされるのが、もうちょっと後になってると思うけど、それを考えるとなんかな、最終シーズンって多分みんなでもそう思ってるんだろうね。だからなんかあんま、最終シーズンの動画とか構築記事ってマジで伸び悪いしさ、なんか人口も減りがちっていうか、まあしょうがないんだけど。ああ、ギガドレか。大草原あんま入んないなと思ったら、そういうことか。これはまあバドレックスの削れ方ひどいから、地震でいいかな。ギガドレの回復入っても、どっちみちだから。地震で勝ちだね。いやー、ちょ、また今日もなんかラジオ動画 ラジオ動画になってるよね、対戦実況のはずなのにさ、なんか、新しいポケモンも出てこないしさ、出てこないっていうのはその、思いつかないし じゃあ新しい構築作るの結構簡単じゃないんだよ。ポケモン1個枠入れ替えるだけでもね、まあまあ難しい。みんななんか、ポン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 さ、このポケモンが強いみたいな、熱いみたいな動画上げまくってるけどさ、どうなってんだって感じ。ニートじゃなきゃできねえよ、あんな。毎日毎日さ。新しくて強いポケモン。強いってか、強そうっていうかさ、そういうのを紹介しまくるみたいな。まあ、それができればいいんだけどね。ダメージ計算とかしたりして、育成するのもあるし。ケタベリ持ってたけど。こっからでもヌオ突破されないからね。なかなかね、だから、そう思い通りにいかないというか、なんというか。まあ、ドック入れて勝ちじゃない。はい。そんな感じのね、苦しい日々でした。お疲れ様です。GG。